うるさいな。電話には出ないぞ。居場所だって教えるつもりはないからな。じゃあちゃんと説明して。リビングにある離婚届はどういうつもりなのよ。手紙も一緒に置いてあっただろ。家出だよ家出。お前が反省するまで俺は家に帰らないからな。手紙は読んだわよ。でも家出の理由は書いてないし、離婚届って。ああ、お前旦那に家出される理由分かってないの。全然分からないよ。いいから早く帰ってきて。いや、絶対に帰らない。サラがちゃんと反省した態度を取らないと帰らないからな。反省の態度って、産婦人科の定期検診から帰ってきたら離婚届が置いてあって旦那が家出だよ。私の気持ちも考えてよ。ならお前は俺の気持ちを考えたことがあるのかよ。え、仕事から疲れて帰ってきたら晩ご飯が惣菜だぞ。どんな気持ちで俺が晩ご飯を食べたと思ってるんだ。もしかして昨日の晩ご飯のことを怒ってるの。昨日だけじゃない。最近惣菜だけの日が増えてきたよな。俺はとても怒ってるんだぞ。お惣菜については昨日もその前も謝ってるじゃない。つわいとか体調不良が出てる日は無理に作らないようにしてるの。俺だって眠くても体がだるくても毎日仕事頑張ってる。言い訳するんじゃない。ケントが毎日仕事を頑張ってるのは知ってるよ。いつも感謝してる。でもずっと吐いてるとキッチンに立ってるだけで辛いの。まだ言い訳するか。反省の態度が見られないな。今日はもう帰らないぞ。そんなこと言わないでよ。それに料理だけじゃないぞ。最近は家事もおろそかになっているよな。家事もできる日は頑張ってるよ。でもどうしても体調不良で寝込んじゃう日もあるの。うるさい。そうやって何でも妊娠を理由にするんじゃない。お腹の子供がかわいそうだと思わないのか。え、まだ生まれてもないのに母親の言い訳に使われて子供がかわいそうだよ。こんなんじゃ生まれない方がその子は幸せかもね。そんなひどいこと言わないでよ。言わせてるのはどっちだよ。このままじゃきっと産んだ後も子供を言い訳にするんだろうな。母親の言い訳作りのために俺は子供を作ったんじゃないぞ。そんなつもりは一切ない。確かにここのところは体調不良が続いてケントに迷惑をかけることもあったと思う。でもケントも少しは妊娠中の女性の体について理解してほしい。どうしようもできない日が出てくるの。ダウト。え、ダウトだな。今言ったことは嘘だろ。嘘じゃないよ。妊娠中の女性にはどうしようもできない日が出てくる。そんなことないって愛香さんが言ってたぞ。え、愛香さん。隣の奥さんだよ。お前近所の奥さんの名前も知らないのか。知ってるわよ。でもなんでここで愛香さんの名前が出てくるわけ。けどご近所の人と交流ないよね。誰かさんが俺にゴミ捨てや家事を押し付けるから最近仲良くなったんだよ。愛香さん言ってたぞ。お前は旦那に甘いすぎてるってな。え、愛香さんは妊娠中でも家事で手を抜いたことがなかったんだって。お惣菜なんて結婚生活一度も買ったことがないって言ってたぞ。妊娠中の症状は人それぞれだもの。症状が重い人もいれば軽い人だっているわ。愛香さんの周りの友達も症状は軽い人ばっかりだって言ってたぞ。つわりで一日中寝込むなんて話を盛りすぎてるって言われたし。持ってなんかないよ。お医者さんにだって無理はするなって言われてるし。はい、出た。医者が言ったからって堂々とサボるやつ。なんですって。いるよな、自分の行動を人のせいにするやつ。自分の都合のいい意見しか聞かないくせに。そういうつもりじゃないよ。お前さ、今度愛香さんに会ったら俺言っとけよ。俺？なんだ？お前の愚痴をいっつも愛香さんに聞いてもらってるんだぞ。妻の代わりに夫を癒してくれてありがとうございますって。
ちゃんとお礼を伝えるのが礼儀ってもんだろうが。礼儀ってっていうか、私の愚痴をお隣さんの奥さんに話してるって初めて聞いたんだけど。恥ずかしいからそういうのやめてよ。恥ずかしいと思うなら愚痴られないように頑張れよ。自分なりに頑張ってるわよ。初めての妊娠で慣れないことがたくさんあるけど頑張ってやってる。お前の頑張りなんて愛花さんの足元にも及ばないんだよ。愛花さんってすごいよな。子供がいるのにあんなに毎日綺麗でさ、お前とは全然違うよ。体調不良をこらえて家事も化粧も完璧にやれっていうの？それぐらいできる女性もいるんだってことだよ。お前はいつも自分一人だけが辛いって空気出してるからさ。それはケントが何も手伝ってくれないからでしょ。普通妻が妊娠して体調崩してる時は精神的に家事もやってくれると思うんだけど。うるさい。本当にお前は旦那が出て行ったっていうのに反省すらしないんだな。そういうケントもね、お隣の奥さんの言葉だけ鵜呑みにして妻のことは嘘つき呼ばわりするんだね。いいのか、そのままの態度で。あ、俺はいつ離婚したっていいんだぞ。その証拠にサイン付きの離婚届置いてきただろ。お前がずっとそのままの態度なら俺はもう二度とは帰らない。お前とは離婚する。それ本気で言ってるのよね。ああ俺は本気だ。お前が反省の態度を改めないと離婚するぞ。離婚されたくないならしっかり反省するんだな。それなら大丈夫。離婚届なら今出してきたから。え？ケントが離婚に本気でよかった。今さら冗談だって言われたらどうしようかと思ったよ。あ？サラ、お前離婚届出したのか？うん、もう頭にきて出しちゃった。ありがたいことにサイン付きだったし。はあ？ついさっき私もサインして役所に提出してきたよ。はあ？何勝手に出してるんだよ。お前頭おかしいんじゃないの？え、私と離婚したいんでしょ。ケントが望む形になったと思うんだけど。本当に離婚届出すやつがいるかよ。ふざけんなよ。本気って言ってたじゃない。自分の言葉に責任を持ってくれる。離婚届を出すときは普通確認の連絡するだろ。勝手に出すやつがいるかよ。ごめん、ここにいたみたい。妊娠すると頭がバカになるのか。今すぐ離婚届取り下げてこい。なんで取り下げる必要があるの？ケントは家出から帰ってくるつもりもないんでしょ。このまま離婚してあげた方がお腹の子供のためだよ。はあ？子供をお腹で育ててる母親の体調すら理解してくれない父親だよ。子供が生まれたからも絶対苦労するに決まってるじゃん。きっと子供の気持ちにも寄り添えない父親になるんだよ。何勝手に決めつけてるんだよ。ケントも勝手に決めつけたよね。私の体調不良は全て甘えなんだっけ。うるさい。いいから早く取り下げてこい。離婚届を取り下げたら帰ってやるぞ。これが最後のチャンスだ。取り下げるつもりはないので家に帰ってこないでください。え、それとあなたたちのことは訴えますから、一緒にいる愛花さんにも伝えてくれる。え、どうせ今一緒にいるんでしょ。家出という名の不倫旅行中かな。何言ってるんだよ。俺が愛花さんと不倫なんてするわけないだろ。はい、ダウト。え、嘘ついてるでしょ。今一緒に愛花さんといるよね。こっちは愛花さんの旦那さんと確認してるんだからね。え、旦那さんと？ケントから愛花さんの名前が出た瞬間から怪しいと思ったのよ。すぐに愛花さんの家に行ったら専業主婦のはずなのに留守だし、もしやーと思って旦那さんに連絡したら、旦那さんは出張中で愛花さんは家にいるはずだっていうの。わざわざ旦那さんにまで連絡入れたのかよ。旦那さんは何度愛花さんに電話しても出てくれないんだって。なんかすごく怪しいよね。怪しいだけで証拠はないだろ。勝手な誤解で隣の家の旦那さんを巻き込むんじゃないよ。そうだね、証拠はないね。ところで愛
香さんの旦那さんがね、出張を取りやめて帰ってきてくれるんだって。え、このまま私と旦那さんで愛香さんが帰ってくるのを待ちたいと思います。隣にいるであろう愛香さんにそのことを伝えておいてね。だから隣にいないってば。俺は一人で家出してるの。ダウト、いい加減嘘つくのやめたら。あんたがどこかの女と浮気してることはうすうす気づいてたんだからね。え、妊娠中の浮気はよくある話だって聞くし、悲しいけど今回の浮気は見なかったことにしようって思ってた。でもまさかご近所の奥さんとダブル不倫とはね。いや、いや違うんだよ。不倫というかちょっとした息抜きっていうか。とりあえず離婚は成立したから、私たちはあとは慰謝料とか養育費の話だけね。愛香さん夫婦は愛香さん夫婦でいろいろ話し合うと思うし。え、慰謝料？訴えるって言ったよね。浮気すると頭がバカになるのかな。お前が勝手に離婚届出しただけだろ。なんで俺が慰謝料なんて払うんだ。離婚は二人の合意の上です。それに愛香さんと浮気してるよね。責任を取って慰謝料支払うのは当然だから。だから俺は浮気なんてしてないって。証拠なんてどこにもないだろ。どうとでも言ってれば、愛香さんが帰ってきたら分かりますから。なあ、ちょっと一回話し合おうよ。特別に今回は家出から帰ってやる。だから慰謝料とかは一回なしにしような。え、帰ってこなくていいんですけど。そんなこと言うなよ。本当にこのまま離婚すると苦しいのはお前だぞ。一人親なんて大変に決まってるし、子供だってきっとかわいそうだ。ご近所の奥さんに手を出すような男が父親ってことの方がかわいそうだよ。少しでもお腹の子供がかわいそうだと思うなら、十分な養育費の支払いをお願いね。じゃあもうあなたと話すことはないから、愛香さんに旦那さんと二人で帰ってくるの待ってるって伝えておいてね。愛香さんの家で旦那さんと待っていると、すぐに愛香さんとケントが帰ってきました。二人は素直に不倫を暴露、土下座で謝罪。愛香さんの旦那さんもうすうす浮気には気づいていたようで、離婚することになるそうです。そして私は二人への慰謝料を請求しました。愛香さんの旦那さんも離婚成立後二人に慰謝料を請求するそうです。二人とも一文なしになってしまうようです。姉ちゃん久しぶり、覚えてる？お姉ちゃんの可愛い可愛い妹、たった一人の家族、ももこちゃんです。ももか？本当にももか？中学卒業してから家を出ていったももか？なんかそう言うと不良少女みたいだから嫌だな。私は自分探しの旅に出てたんだよ。自分探しって便利な言葉ね。中学卒業してやりたいこともなかった私が自分を見つめ直すための旅に出ただけじゃない。ただ高校受験したくなかっただけでしょ。勉強が嫌って言って出て行ったじゃない。そんな単純じゃないんだよ、乙女心は。乙女？それで今更なんのよ。パパとママの葬式終わった？うん、やっぱりそのことね。留守電に入れてくれたでしょ。パパとママが交通事故で亡くなって葬式するかなって。留守電に入れたのはお葬式くらい顔を出してっていう内容だったはずだけど。私だって忙しいんだから仕方ないじゃん。葬式の場所わからなかったし。住所は留守電に入れてたでしょ。住所だけ言われてもね。じゃあ実家に帰ってくればよかったじゃない。実家の場所忘れちゃった。あっそ、もういいわ。お葬式はもう全部終わりました。それでいい？私まだやることあるの。もしとして。待って待って、葬式終わったならあったよね、遺産の話。え、遺産？私の遺産はいくら入る？中学卒業してから勝手に家を出て行って連絡もブロックして、やっと連絡来たと思ったらお父さんたちの遺産の話。あー、それ詳しくお姉ちゃんに連絡する理由なくない？とりあえず今どこで何してるか教えて。それは遺産相続に必要？私が知りたいだけ。それじゃあお断りします。桃子のせいでどれだけ家族が大変だったかわからないの？いや、私出ていただけじゃん。中学の時から問題ばかり起こして、お父さんたち町の人にたくさん頭を下げたの覚えてないの？
カフェを経営してたのに、お客さんもどんどん離れちゃったし。で、私がもらえる遺産はいくら？血も涙もないってよく言うけど、まさに桃子のことね。まずはあんたが家を出ていくときに持ち出したカフェの売上金と私の大学進学費を全部返してから言いなさい。あんなもんすぐ使い切っちゃったわよ。使い切った？自分探しの旅はお金がかかるの。いや、まさか私の分の遺産、それと総裁とかじゃないよね。私ちゃんと知ってるんだからね。子供はお金もらえるって。どうせ中途半端な知識を入れてきたんでしょうけど、遺産の話自体まだよ。あ、そうなの？なんだ、ちょっと連絡早かったか。本当にお金のことだけなのね。言ったよね、私忙しいんだって。私、桃子のせいでお金なくて、せっかく受かってた大学入れなかったんだけど。そうなんだ。でも私には関係なくない？関係ない？桃子が引き起こしたことなのに関係ない？まあまあ、あんまりカリカリしてると受けちゃうよ。そんなことより遺産の話が始まったら教えてっていうか、話し合いも面倒だから、私が受け取る遺産額決まったら教えて。家の分もきっちり現金化して分けてね。反省する気はないのね。反省？何それ、おいしいの？あ、確認なんだけど、交通事故だし遺書とかはどうせないよね。ないわよ。それならよかった。遺書あったらもらえる額減るだろうなって思ってたし。それだけのことをした自覚はあるのね。それじゃあ遺産の話が進んだら連絡やる。ちょっと待ちなさい、桃子。お姉ちゃん、遺産の話まだ？私長く待つのあんまり得意じゃないんだけど。気のせいにしたわよ。なんだ、じゃあ私のもらえる遺産の額決まった？現金いくら？もう一度聞くけど、桃子は持ち出したお金を返す気はないのよね。だってお金ないもん、無理じゃない？お父さんたちに謝罪するつもりも、私に謝罪するつもりもないのね。人に頭を下げるとか嫌なんですけど。よくわかりました。もういっそすがすがしいわ。よく言われる。それで私の遺産は？お父さんとお母さんの通帳に残ってたお金が200万円、実家にあった現金が50万ちょっと。え、それだけ？もっと1000万とか期待してたのに。桃子がお店のお金と私の大学費用を持ち出してくれたから。現金はそれだけよ。あー、2等分したらめっちゃ少ないじゃん。お店のお金持ち出したり、街で面倒ごとを起こさなければもっとあったかもしれないけどね。私のせいと言いたいな？ずっと言ってるでしょ？いやいや、カフェだってずっと続けてたわけじゃん。そうね、必死でやってたわよ、お父さんたち。必死でやって、そんだけしかお金残ってなかったってことは、パパたちのカフェ自体に問題があったってことじゃん？桃子の悪評があったからでしょ？お父さんたちは頭下げまくって、理解してくれた常連さんだけが通い続けてくれてたの。ああ、ま、興味もないんだけど。桃子、お金欲しいの？そうなのよね、ちょっと入り用でさ。何？お姉ちゃんお金くれるの？私はお金をあげることはできないけど、遺産の相続を放棄することはできるわよ。え、マジ？マジ。さすがお姉ちゃん、頼りになる。お姉ちゃんが相続放棄してくれたら、250万とあの家は私のものってことよね。家売ればトータル1000万くらいかな。それは知らないけど、私もう結婚してとついてるの。だから相続放棄してもいいわ。ああ、結婚してたの？それはめでた。相続放棄の手続きはこちらでやっておくわ。あなたも相続の手続きがあるんだから、どこにいるか明かしなさい。っていうか、相続できるなら私実家に一回帰るわ。ちょうど今のアパート追い出されそうだったんだよね。家賃滞納で。大人になってまで人さんに迷惑かけてるの？ってことでちょうどよかった。カレピッピと実家に住むわ。あ、私もそのうち結婚すると思うから、ご祝儀よろしくね。じゃあ今週末、実家に来てくれる？了解。駅まで迎える？実家なんだから覚えてるって。覚えてないって言ったのはどこの誰よ。じゃあまた今週末に。相続放棄してくれてありがとね、お兄ちゃん。お姉ちゃん出てよ。何？もう関わらないって相続手続きの時に言ったよね。なんか督促状みたいなの来たんだけど。ああ、そうなんだ。なんなのこれ。桃子の借金じゃないの？
借金取りに私の居場所を教えてないもん。私お金ないわよ。そうだお姉ちゃん、結婚したんだよね。相手お金持ち？そしたら私にお金ちょうだい。お父さんたちの遺産は？パパの遺産の200万なんて秒で溶けた。他にパパたちの遺産隠してないよね。全部相続したでしょ？借金も。え？借金？この督促所ってもしかして。お父さんたちのいわゆる負の遺産よ。1500万って書いてるんだけど。相続の手続きの時にお父さんたちの遺産はプラスもマイナスも全部資料を見せたよね。借金があるなんて思ってなかったから。プラスの遺産しか見てなかったのね。これ私が借金したわけじゃないじゃん。どうして私が払わなきゃいけないのよ。桃子が全部相続したからよ。遺産相続放棄する。でもお金使っちゃったんだよね。しかも相続放棄の時効は3ヶ月、相続してから半年経ってるから無理ね。それじゃあこの借金私が返すの？パパたちの借金なのに。原因を作ったのは桃子だけどね。私が家を出る時に持ってたお金は売上金でしょ。売上金と銀行からの融資金よ。融資？つまりお店を続けるために必要だったお金。ただでさえお金がなかったのに借金だけが増えたの。桃子のせいでね。私のせい？だって1000万ちょっともらっただけなのに。しっかり通帳と銀行のキャッシュカードを持って行っておいて、その中身もあっという間にすっからかんにして、自分のせいじゃないって言えるのがすごいわね。今までどこで何してたか知らないけど、お父さんたちの借金あなたが払って返してね。そうだ、この家売ればいいんじゃない。実家の土地なら高く売れそう。なんだ、一番高い遺産残してくれてんじゃん。定期借地だけど。え、何それ、定期借地？期間限定で地主さんから借りてる土地だから売れないのよ。期間が来たら返す必要がある土地だからね。ちょっと待って、何それ、売るものないじゃない。だから桃子が働いて返していくしかないのよ。お姉ちゃんは同じ娘なんだから、お姉ちゃんも借金者に返してくれるよね。私は相続放棄してるから関係ないわ。そんな、お姉ちゃんどこにいるの？教えない。結婚したってどこに嫁いだの？教えない。なんでよ、家族でしょ、居場所くらい教えてよ。今まで自分の居場所を一向に教えなかった人に言われたくない。ふざけないでよ、こんな大金返せるわけないじゃん。自分とコリピッピの借金もあるから。なんで知ってるの？さっき LINE に書いてたじゃない、借金時に居場所を教えてないって。彼氏と合わせて500万の借金があるの。二人で働けばいいじゃない。働きたくないから借金してんでしょ。本当にすがすがしいわ。お姉ちゃんどこにいるの？教えてよ。教えたら押しかけてくるでしょ。待って、このままじゃ借金地獄になるし、その上住むところだってなくなっちゃう。そうね、でもそれもこれも全部自業自得だってこと忘れないだな。借金とか定期借地とか知らなかったもん。相続の時に資料は全部渡しました。まさかお姉ちゃん知ってて私全部相続させたの？目先の現金だけじゃなくて、ちゃんと全部確認してたらこんなことにならなかったのにね。私はちゃんと気づける機会をあげてたわよ。でも目先の現金を取ったのは桃子でしょ。ちゃんと教えてくれればよかったじゃん。何でもかんでも1から10まで懇切丁寧にやってもらえると思うな。いい勉強になったでしょ。勉強代が高すぎる。じゃあ私これから産婦人科行かなきゃだから。え、産婦人科？お腹の中にいる孫をお父さんたちに会わせてあげられなかったのが唯一の心残りだわ。なんでお姉ちゃんがそんな絵に描いたような幸せを手に入れてて私が不幸にならなきゃいけないのよ。何度でも言ってあげる、自業自得。そんな、お姉ちゃん助けてよ、可愛い妹の頼みなんだよ。お姉ちゃん借金地獄なんて嫌。両親の遺産で悠々自適な快適ライフを思い描いていた桃子は、借金返済のために結局働きに出たそうです。彼氏がどうなったかは知りませんが、今度こそ真っ当に生きてほしいと願っています。お姉ちゃん最低。こんなに最低だなんて思ってもみなかった。人の彼氏と結婚とか何考えてんの？これって立派な略奪婚だよ。あるの？何言ってるの？略奪婚？誰が？何のこと？ケイちゃんと結婚するとか周りに嘘言ってるでしょ。 SNS にまで書き込んでるし。ケイスケとの結婚のこと？そうよ、私の彼氏なのに。春菜の彼氏？
ちょっと待って、何がどうなってそんな話になるのよ。春菜と圭介は付き合ってないでしょ。付き合ってないのはお姉ちゃんでしょ。圭ちゃんの運命の相手は私なのよ。昔からお嫁さん私つきまってるんだから。何言ってるの。そりゃお姉ちゃんは圭ちゃんと同じ年だし、高校まで同じだったから一緒にいる時間も長かったかもしれないけどね、圭ちゃんと結婚の約束を先にしているのは私なのよ。そんなの初耳よ。そもそもあんた今実家で暮らしてるでしょ。ケスケと私は実家から新幹線の距離のところで就職してこっちで暮らしているのよ。カルナとケスケを付き合うなんて物理的に無理じゃない。年末年始に帰った時に会うくらいでしょ。遠距離恋愛なの。会う回数とか関係ないから。お姉ちゃんより私の方がケイちゃんに愛されてるもん。どこからそんな自信が。だって昔からケイちゃん私に優しかったし甘かったし、私が欲しいって言えば何でもくれたもん。それは春菜が昔から一度言い出したら聞かない子だったからでしょ。私もケイスケもあんたの世話に手を焼いていたわよ。私がたまにそっちに行った時もケイちゃんがデートに誘ってくれて、ご飯もおごってくれたし、お土産だって買ってくれたし。デート。春菜はこっちに来てたの。だから年末年始に一回しか会わないとかないから、私ちゃんとケイちゃんとデートしてたもん。ケイちゃんの褒めは私なの。いくらお姉ちゃんでもこれは譲らないからね。ケイスケからそんな話聞いてないんだけど。そりゃお姉ちゃんは浮気相手だったんだから、いちいち本命のことなんか言うわけないでしょ。ケイちゃんも優しいし。浮気相手。でも結婚するのは私とケイスケよ。だからそりゃお姉ちゃんがなんかずるい手を使ったんでしょ。ケイちゃんに何か変なこと言ったんじゃないの。優しいケイちゃんが断れないようなこと。お姉ちゃんって昔からそういうとこあるよね。ずるいっていうか小賢しいっていうか。そんな自覚はないけど。無意識。タッチ悪い。性格悪い。顔も悪い。性格も良くて常にケイちゃん第一で、顔も可愛くて若い。私の方がケイちゃんにはふさわしいわ。ってことで、ケイちゃんとの結婚は諦めて、SNS の投稿も全部削除して、ケイスケに確認する。ケイスケ、もう寝る時間なのにごめん。ちょっと確認したいことがあるんだけどいい？どうした？今ちょうど残業終わって電車乗ってるところだから、通話できないけど LINE で大丈夫？今帰ってるの？お疲れ様。最近すごく忙しそうね。結婚式と新婚旅行の休みのために今頑張ってるだけだから。ケイスケ、ありがとう。それでどうかした？結婚式と新婚旅行のために頑張ってくれてるケイスケを疑ってるとか全くないんだけど、最近春菜と連絡取った？っていうか会った？最近は会ってないかな。連絡ならほぼ毎日のように来るよ。俺は返信できる時にしかしてないけど。春菜がケイスケのお嫁さんになるのは私だって主張して連絡してきたのよ。あの子はこっちに何回か来てて、その度にケイスケはデートに誘ってるとか。デート？いや、あれはデートって言わないと思う。やっぱり何かあったの？ごめん、あの子は昔から暴走気味になりやすいのを知ってるから。ケイスケにもしかして何か迷惑かけてる？こっちに来るときいつも連絡くれるんだ。どこの遊園地行くとか、どこのカフェに行ってみたいんだよねって。 LINE が来るから友達と行くのかなくらいに思ってて、楽しめるといいねって返信したことがあって、当日の朝俺の家に来たことがあったんだよ。え？当日の朝？夜行バスで来たって言ってた。でも俺仕事あったし、日中は無理だって言ったら、仕事が終わった頃会社の前で待たれてて、それで幼馴染だし晩ご飯食べに行ったことがあって。それがデートってことね。いや、俺は全くそのつもりなかった。普通に幼馴染として飯食いに行っただけっていうか、ていうか幼馴染だけど昔からお前と一緒に面倒見てきたから、どっちかっていうと妹の感覚だし。そりゃそうよね。浮気なんて器用なことできるタイプでもないしね。浮気？俺が浮気なんかするわけないだろ。中学の時だってずっとさやが好きで、社会人になってやっと付き合えたっていうのに。いや、このタイミングでそれは照れるからやめて。中高大ってさやが別の人と付き合ってるの見てどれだけ悔しかったか。
昔からさやしか見てなかったのに浮気なんかできるわけないだろ。ありがとう。めちゃくちゃ恥ずかしいけど。春菜と過去何かあったわけでもないし、これずっとさやばっかりだってことも知ってるはずなのに。だってさやのこと春菜に相談したことあるし。そうなの？もしかしたらあの子のことだから暴走してお姉ちゃんのことを出しに私と話したいんだってなったのかも。マジか。そういえば昔本当に小さい頃、春菜におままごと付き合わされた時に、俺春菜の旦那役やったんだけど、もしかしてそれが関係してる？だとしたら思い込みが激しいにも程があるでしょう。我が妹ながら頭抱えるくらいバカね。俺から何か言っておこうか。ケイスケから連絡があったら多分また暴走して自分に都合のいい思考になりそうだから、ケイスケは春菜からの連絡に今後一切返さないでもらっていい？っていうか負担だと思うから連絡先消してもいいわ。さやに心配かけたくないし、そうする。私の妹がごめんね。いや、俺も春菜の行為に気づかずうまく対応できてなくてごめん。さやのとこは姉妹で俺みたいな兄ポジションの人間に甘えてるだけだと思ってたから。お兄ちゃんに憧れて。私もその程度だと思ってたわ。今後春菜とは距離を取っていきましょう。結婚して身内になるけど、冠婚葬祭以外はあまり関わらないように。わかった。仕事で疲れてるのにごめんね。気をつけて帰ってね。ありがとう。あるな、SNS の投稿を消しなさい。それから地元の友達に変な噂広めるのやめて。何のこと？とぼけないで。私がケイスケをあんたから奪って無理やり結婚しようとしてるって。嘘の情報を拡散してるでしょ。嘘じゃないもん。ケイスケは春菜とは何もないって言ってたわよ。あんたは勝手にケイスケのところに押しかけた奴はデートだなんて言いません。あれはちゃんと歴としたデートです。私のこと一生大切にするって言ってたもん。それって小さい頃のおままごとでのセリフでしょ？しかもそのセリフ、春菜がケイスケに言わせたって知ってるのよ。ケイちゃんは私と結婚するの。私の彼氏なの。ケイちゃんとお似合いなのは私。いい加減返してよ。春菜こそいい加減妄想も暴走もやめなさい。思い込みが激しすぎ。事実、春菜とケイスケは付き合っていたことなんて一度もないでしょ。デートだってあんたが一方的に押しかけて連れ回してただけじゃない。デートだってしたわよ。でも遠距離恋愛だから我慢してるの。そんなことよりお姉ちゃんがケイちゃんのスマホに何かしたんでしょ。何のこと？知らばっくれないで。ケイちゃんに連絡しても返信あるか既読にすらならないの。お姉ちゃんが勝手に私の連絡先ブロックしたんでしょ。春菜とは距離を置くようにしたのよ。そうやって自分の都合の悪いものを排除するのよくないよ。ケイスケを迷惑してるんだからいい加減現実を見なさい。このまま暴走するなら結婚式呼ばないわよ。結婚式はどうせなくなるんだから別に呼ばなくてもいいわよ。暴走してるのはお姉ちゃんの方でしょ。私とケイちゃんの仲を引き裂いて無理やり結婚式をしようとしてるんだから。このまま結婚式するつもりなら私だって考えはあるんだから。考え？私はケイちゃんがお姉ちゃんっていう悪の手に落ちないように守ってあげなきゃいけないの。ケイちゃんは私のものなんだから、どんな手を使ってでも結婚なんかさせない。ケイちゃんの戸籍を傷つけさせないんだから。何をするか知らないけど、ケイスケを困らせたり悲しませたりしたら私も許さないからね。ケイスケと結婚するのは私です。春菜はケイスケにとって妹みたいなもんなんだから、これ以上失望させないで。おはよう姉ちゃん。めちゃくちゃ天気悪いね。神様もお姉ちゃんの暴走を飛びたがってるみたい。今から式場に行くの。準備で忙しいから絡むなら後にして。っていうか今日の結婚式、お父さんたちが目を光らせているからね。変なことしないでよ。変なことって何？私は囚われの王子様を助け出すだけよ。魔女から救ってあげるの。囚われの王子？魔女？本気で言ってる？囚われの王子である私の彼氏とは結婚させないわ。魔女に似合わない純白のドレスは燃やしたから。
私ドレス着ないけど。え、ドレスは着ない？え、でも式場の神父控え室にドレスかかってたわよ。真っ白のやつ。神父控え室？どうやって入ったのよ。北の宮の住んで入っただけ。何してるのよ。てかドレスを燃やしたって言った？私はウェディングドレス着ないし、ドレスはカラードレスだけ。それ誰のウェディングドレス？知らないわよ。神父控え室にあった白いのは燃やしただけなんだから。そもそもウェディングドレスを着ないって何？披露宴でカラードレスを着るだけ。私は白幕で、神前式なの。え、神前式？ケースケは昔から和装とか時代劇とか古いものが好きなの知ってるでしょ？小さい頃なんかジンベエとか着て遊んでいたじゃない。そうだけど、え、だから白幕？本当に彼のお嫁さんになる約束してたならこれくらい知ってるはずよね。待って、それじゃこの黒釘のドレス誰の？私たちがお世話になる式場、午前中からは私たちともう一組って聞いてたから、もしかしてそっちの神父控室に入ったの？名前確認しなかったの？お姉ちゃんたちだけかと思ったから。今すぐスタッフさんにドレス燃やしたこと言いなさい。他の神父さんに迷惑かけるなんて。お姉ちゃんのせいよ、全部お姉ちゃんのせい。自分でやったことでしょ。だってお姉ちゃんがケイちゃんを奪わなかったらこんなことにならなかった。いい加減にして。ケイスケは私と結婚するの。中学の時からあの人は私のことをずっと思ってくれていたのよ。ケイスケにとってハルナはただの妹みたいな幼馴染み。おままごとの延長してんじゃないわよ。だってケイちゃんは私とデートしてくれたし、私の言うことも聞いてくれるし、欲しいもの全部くれたの。それはあんたが昔から一度言い出したら聞かないから諦めてるだけ。私だってあんたが欲しいってダダをこねたおもちゃを何度諦めたことか。デートだって自分が押しかけただけでしょ。ケイちゃんは私のだもん。ケイスケから好きって言われたことある？ケイスケ自身からいつどこに行こうって誘われたことは？大人になってから結婚の話は出た？それはないけど、男の人ってそんなもんでしょ。ケイスケは恥ずかしいくらい好きとか、いつからどう思ってたとか遠慮なく言ってくるわよ。ケイスケと結婚するのは私です。妹の春菜じゃなくて私なの。おままごとは保育園で終わり。いい加減現実見なさい。あんたは今暴走して他の人のドレスを燃やした。何があっても自分で責任取りなさいよ。私もケイスケももう今後必要最低限しか春菜と関わるつもりはないから。マジでこれ別の人のドレス？嘘でしょ。私たちと同じスケジュールならそろそろ式場に新郎新婦が到着する時間だから、早くスタッフさんに伝えて。ウェディングドレスは挙式で着るものだから真っ先に着なきゃいけないやつなのよ。間違っても逃げ出したりしないでよ。これ以上他の人に迷惑かけないで。お姉ちゃん助けて。警察が実家に来たってパパから連絡あって、お前どこだってめちゃくちゃ怒ってるんだけど。そりゃ燃やしたドレスがオーダーメイドで総額300万もするものだったんだもの。あちらの神父さんが怒って警察に被害届出すなんて当然でしょ。300万？結局あの後春菜が逃げたせいで、私たち結婚式の前にあちらの方にすんごく謝る羽目になったのよ。本当にいい人たちで経緯を説明したら、悪いのはあんただからって。私たちには何もお互いもなければ責任を取れなんてことも言ってこなかったし、お互い一生に一度の結婚式幸せに迎えましょうって非常に振る舞う神父さんに涙出たわ。だからって警察はやりすぎでしょ。やりすぎなんかじゃないわよ。ドレスは燃やして逃げてるんだから立派な犯罪です。私これからどうなるの？警察に捕まって民事で損害賠償と慰謝料請求されるだろうから、罪を償ってお金をしっかり返していくしかないわね。そんな、あちらの新郎新婦さんが本当にいい人たちで、しかも式場のスタッフさんも頑張ってくれて、一点物のウェディングドレスを急遽準備できたのは良かったけど、こだわり抜いてオーダーしてるドレスを燃やしたんだから覚悟しなさい。お姉ちゃん助けてよ。言ったでしょ、私もケイスケも必要最低限しか関わらないって。これは必要最低限でしょ。違うわね。逃げれば逃げるほど罪重くなるんだから。
早く心から反省して謝罪するところから始めなさい。私が言うのはこれだけよ。私バイトしかしてないのに300万のドレス代とか払えるわけないじゃん。何言ってるの？300万なわけないじゃない。え、やっぱりそうだよね。ドレスなんかで300万とかそんなバカげた話ないよね。総額500万は覚悟した方がいいわよ。500万？オーダーメイドのドレス代と神父さんへの慰謝料、それから急遽用意した一点物のドレスのレンタル料、全部合わせてそれくらいは覚悟しなさい。ちょっと待って、そんな大金マジで無理。それだけウェディングドレスって大切なものなの。結婚式って大切なものなの。それを自分の妄想と暴走でめちゃくちゃにしたんだから、重い罪をきちんと受けなさい。ケイちゃんに連絡させてよ。ケイちゃんなら助けてくれる。ケイスケから伝言よ。これ以上ハンナと関わってまた変に期待させても悪いから、今後一生ハルナに会わないし話もしないって。嘘でしょ。悪いけど今週末から新婚旅行なの。その準備で忙しいからもうハルナは諦めて警察署に行きなさい。言っておくけどお父さんもお母さんもハルナのことは助けないし、実家からも追い出すって言ってるから、自分がしでかした責任はハルナ一人できちんと負ってね。ちょっと待てよ。一人で生きていけってこと？日本語が通じる日本にいるんだからなんとかなるわよ。とにかく誠心誠意謝罪し尽くしなさい。それじゃあさようなら。待って、お姉ちゃん、お願いだから助けて。トレス燃やしたのは悪いって思ってるから。このままじゃ生きていけない。ハルナはその後警察に捕まり、民事でも訴えられたそうです。なかなか就職先も見つからず借金をしたそうですが、現在はどこかで住み込みながら借金返済に奔走しているとか。ちなみに妹の暴走を止められなかった私たちにも責任があると思い、ドレスを燃やされた神父さんに後日改めて謝罪に伺ったことはご縁で仲良くなり、家族ぐるみのお付き合いをさせてもらっていて、私たちは平和で幸せな日々を送っています。ちょっとサラ、あんたどこにいるのよ。うわ、めっちゃ LINE 来てる。ナイナイどうしたの？どうしたのじゃないわよ。病院からの連絡まで無視しちゃって、お父さんがついに危篤状態になったの。早く病院に駆けつけて、みんなでお父さんのそばにいないと。うわ、このタイミングで危篤状態？最悪なんだけど。前からそろそろ危ないって言われてたじゃない。だからいつでも駆けつけられるように、職場に説明して休みを調整してって言ってたはずよ。今日から数日間の有給取ってたよね。すぐ病院に来れるよね。無理無理無理。貴重な有給をあいつごときに使うわけないじゃん。え？私の有給は私のためにあるの。私明日から彼氏と旅行に行く予定なんだよね。こんな時に旅行ですって？しかも3泊4日のまったり旅行なんだよね。てなわけで私の分もメイが様にいてあげてよ。ちょっとサラ、お父さんよりも彼氏との旅行が大事だって言うの？これが生前最後かもしれないんだから、娘としてあんたも来なさいよ。でも本当の父親ではないんだしさ、ここは彼氏との旅行を優先すべきところでしょう。メイにとっては本当の父親だし駆けつけるのは当然だけど、私にとってはお母さんの再婚相手ってだけなんだよね。娘といえど私とは血がつながっていないんだし、そんな人のために旅行をキャンセルってだるいよね。ちょっと急にどうしたのよ。確かに私たちはお互い連れ子兄の親の再婚だけどさ、今まで家族仲良く4人で暮らしてきたじゃん。サラだってお父さんと呼んで懐いていたのに、なんで急にそんな冷たいことを言い出すのよ。そりゃ元気な時に懐いておくのは当然でしょ。わざわざ空気を壊してまで反抗するのはバカがすることだって。もしかしてナシはお父さんのこと嫌いだったの？当たり前じゃん。あんな彼氏を漂うおっさんなんか誰が好きになるかよ。え？私はただ空気を読んで仲良くしてあげただけ。甘えておくとお父さんは嬉しがってお小遣い多めにくれたし。ひどい。お父さんのことそんな風に思っていたなんて。
連れ子がいる親同士の再婚なんてそんなもんでしょ？っていうかさ、私が旅行から帰ってきた頃にはあんたはちゃんと荷物まとめて出て行ってくれるんだよね。あんたの部屋は私の荷物置き場として今後は使うからとっとと消えてほしいんだけど。え？出て行く？そうだよ。私が帰ってきた頃にはもうお父さんなんて息引き取ってるでしょ？そしたらもうあんたの実の親はいないんだよ。私もお母さんもあんたとは血が繋がっていないんだし、一緒に暮らす理由なんてないでしょ？何言ってるのよ。お父さんがいなくても私たちは家族でしょ？それよりも今からそんな先のことを考えるなんて不謹慎よ。お父さんなら持ちこたえてくれるかもしれないのに。諦めて先のことを考えた方が建設的だよ。さっさと次のアパートでも決めないと。ホームレス生活決定になるのに。どうしたのよ、サラ。血は繋がってなくても姉妹として仲良くしてきたじゃない。この上を読んでまだお姉ちゃん面するなんてウケるんだけど。あんたのことなんて家族だと思ったこと一度もないね。それが分かったらとっとと出ていけよ。そんな。そういうわけでお父さんが亡くなったら、そのままあんたが葬式も全部よろしくね。私はカリスとの旅行を楽しんでくるから。お母さん聞いたよ。さらったらひどいことを言うの。ちょっとこんな時に喧嘩なんてやめてちょうだい。私だって喧嘩なんてしたくないよ。でもサラが病院に駆けつけないで彼氏と旅行に行くんだって。しかも私はもう家族じゃないから、もしこのままお父さんが息を引き取ったら家から出て行けって言うの。あらあら、お母さんからもサラに何か言ってやってよ。じゃないとあの子ったら本気で病院に来ないつもりよ。サラに何を言う必要があるのよ。全くもってサラの言う通りじゃないの。え？大切な恋人との旅行があるならそっちを優先すべきよ。他人が既得になったぐらいで予定を変更するなんて、そんなのバカのやることよ。ちょっと待ってよ、お母さんまでそんなこと言うの？家族の大事な時に旅行優先だなんておかしいよ。黙りなさい。非常識なのはあんたの方よ、このよそが決め。悪いけど私も病院なんかに駆けつけないからね。看取りはあんた一人でやりなさい。どうしたのよ。お母さんまで駆けつけてくれないなんて。もう私のことをお母さんなんて呼ばないでくれる？ひよどさんがいなくなれば私たちは他人になるの。あんたの母親なんかじゃなくなるんだから。お母さんまで急に表現しちゃうなんて、ほんとお気楽な頭をしてるわね。あんたたちを家族だと思ったことなんて一度もないわ。生きてくために再婚しただけだし、あんたにもヒロトさんにも愛情なんてなかったわ。え？むしろさっさといなくなってくれるこの時を待っていたって感じ。じゃあ後のことは全部よろしくね。私はあんたが出て行きやすいように荷物をまとめておいてあげるわ。今までお世話になりました。お葬式も無事に終わったので言われた通りに出て行きます。そしたら二度と帰ってこないから。もうとっとと出て行け。あんたはもう用済みなのよ。そんなことわかってるよ。今思えばお父さんの入院中もほとんどお見舞いに来てくれなかったよね。何かと理由をつけて私一人に押し付けていたもんね。ぷぷぷぷぷ、あんたは単純で扱いやすかったわ。今後どうなっても私たちはずーっと家族だよーって慰めておけば、簡単に私を信用して何でも言うことを聞いてくれるんだもの。ヒロトさんの看病も家のことも何でもしてくれてありがとね。私お母さんの言葉を信じてたのに、今までの言葉が全部嘘だったなんて悲しいよ。所詮あんたは連れ子なんだよ。心から家族だなんて思うはずないでしょ。私がどれだけその言葉で頑張ってきたと思うの？お父さんの看病しやすい仕事に転職だってして、家のことも全部私一人がしてたのに。ほんと便利な家政婦だったわ。あんたが家事やら看病やらをやっている間、私はのんびりお外で飲み歩くことができたんだもの。そのおかげで今、居酒屋で出会った人といい感じなのよね。ひどい。全部私に押し付けて、お父さんの闘病も応援しないで、隠れてそんなことをしていたんだね。何よ。おかげであんたはずっとお父さんと一緒にいれたでしょ。少しくらい感謝しなさいよ。はぁ？てなわけで感謝の気持ちとして、あんたの分の遺産はもらっておくからね。今日家を出て行ったが最後、二度と顔を見せんじゃないわよ。はいはい、遺産の二人占めってわけ。本当に私のことなんて家族だと思っていないんだね。
連れ子のあんたのことなんて一度も家族だと思ったことないわ。所詮再婚も全部生活のためにしたようなものなんだから。これで遺産は全部私たちのものよ。連れ子のあんたには一円もやらないんだからね。もう一円も残ってないよ。え？ではこれで失礼します。メイ待ちなさい。遺産が残っていないってどういうことよ。払いせに適当なこと言ってんじゃないわよ。適当なことじゃなくて事実だよ。お父さんの遺産本当に一円も残っていないんだもん。そんなわけないでしょ。ヒロトさんは大企業勤めで役職もしっかりあったのよ。治療費や葬式にも使ったけど、それでも3000万はあったはずよ。よく計算していたね。でもその遺産全部もうどこにもないの。私はお父さんの言う通りにしただけなんだから。は？既得の幸せに駆けつけなかったお母さんたちは知らないでしょうね。お父さんが奇跡的に意識を取り戻したこと、そして私一人しかいない状況を見て遺産の処分を任せたこと、その後すぐに息を引き取ったこともね。何ですって？お父さん悲しそうに私に頼んできたよ。今まで苦労をかけてごめん。最後のわがままで遺産の処分を頼みたいってね。それでそのまま全部処分したってわけ？私たちの了解も何も取らずに？本当に私一人に任せていいのか悩んで、お母さんに相談したこともあったんだよ。でもお母さんめんどくさそうに断ったじゃない。え？私がお父さんの頼まれ事について相談したいって言っても、勝手に葬式のことだと勘違いして、面倒だから全部あんた一人に任せるわってさ。だからお父さんの指示通りに全部処分したの。え？一度だけ意識を取り戻したお父さんから話は聞いたよ。お父さんが入院してからというもの、お母さんとサラは随分豪遊生活をしていたようだね。遺産を残してもろくな使い方をしないからってお父さんの頼みで全部処分しちゃったから。え？お父さんの車も趣味で集めてる骨董品もお父さんの指示通りにいろんな方に譲っておきました。葬儀代を支払った後に残った貯金は全てお父さん指定の施設に寄付済みよ。そういえば車がなくなってる。ヒロトさんの部屋にあった変な壺も掛け軸もなくなってるわ。というわけで期待しているような遺産はなくなってるから、0円を3人で割っても0円のままだよね。なんてことをしてくれたのよ。遺産は0円だなんて聞いていないわ。あんたのせいで全部台無しじゃない。まだ残ってる借金はどう返済したらいいのよ。え、借金？そうよ。遺産が手に入れば片付く算段だったのに。なのに頼みの遺産が0円じゃ何も返済できないじゃない。借金500万はどうしてくれるのよ。しかもそんなにあったんだ。でもどうせ散財生活で作った借金でしょ。自分で借りたお金くらい自分で何とかしなよ。うるさい。余計なことをしやがってこのよそが決め。今まで母親として接してきてあげたのによくも裏切りやがったわね。私はお父さんとお母さんの言う通りにしただけだよ。それじゃ私は言われた通りに出ていくから、どうぞ実の娘のサラとお元気で。ちょっとメイ、お母さんから聞いたわよ。よくもお父さんの遺産を処分してくれたわね。ギャーギャー騒いでもないものはないの。とっとと諦めたら。何よ、あんただけ済ました態度をしやがって。どうせあんたはこっそり遺産を相続してるんでしょ。だからそんな余裕の態度なんでしょ。遺産相続は本当にしていないわ。まあでも生前贈与ならしてあるけど。なんですって？お母さんは自分の借金をお父さんに隠していたみたいだけど、あんたは堂々とお父さんに返済の金をねだっていたんだってね。これも全部生前のお父さんから聞いたわよ。私は困ってるって言っただけだもん。別にお金を出してなんて言ってないもん。そうね、お父さんが勝手にお金を出しただけよね。だからお父さん実はその度に私にも勝手に振り込んできたのよ。あんたがお父さんから受け取った金額と同じ金額をね。え、お父さんなりに姉妹平等にって考えた結果なんじゃないかな。だから振り込んできた金額の分だけ私には生前贈与されてるわ。やっぱりあんただけ金があるんじゃない。でも今回ばかりはないしたわ。メイ、そのお金は私に貸してちょうだい。え、私実は彼氏との旅行でプロポーズされちゃったの。結婚することになったのよ。
そりゃおめでたい話じゃない。でも大変なのよ。結婚するなら私が抱えてる借金全額返してこいって言われたの。え？その、旅行初日にプロポーズされたんだけどね。帰る時に家の前まで送ってもらったら、ポストの中の大量の督促状を見られちゃって、借金あることがバレちゃったの。待って待って待って。あんた、あれだけお父さんからお金をもらってたのに、なんでまだ借金なんてあるのよ。だって、入院中はさすがにお金を値段に行けないじゃん。だからその間に、ブクブク借金が増えちゃって、可愛い子もバッグも買いたいし、彼氏と旅行も行きたいしで、どんどん借金が増えちゃったの。で、その借金を返済することが結婚の条件にされたってわけ？そうなの。彼ったらね、今年中に返済してほしいって言ってきたの。50万くらいなら頑張ればできるだろうって。まあ、できなくもない金額よね。私が貸すほどのお金じゃないと思うけど。それが彼氏にはとっさにごまかしちゃったけど、実は借金本当は500万ぐらいあるの。え？さすがに500万は今年中に返済なんてできないよ。だからお願い、私にお金を貸してちょうだい。このままじゃせっかくの結婚話が消えちゃうよ。消えても仕方がないんじゃない？あんたの自業自得なんだし。そんな意地悪言わないでよ。絶対に返すから、お金貸して。たった一人の姉妹じゃん。あんただけ遺産があるんだし、少しくらい助けてくれるよね。どちら様ですか？え？たった一人の姉妹じゃんって言ってたけど、私にはもう家族は一人もいないの。だからあなたはどちら様でしょうか？ちょっと、そんな冗談はやめてよ。私たち、連れ子同士の姉妹だけど家族でしょ？ねえ、そんな意地悪言わないで。何言ってるの？私は本気で言ってるんだけど。え？家族じゃない。出て行けって言い出したのはそっちでしょ？私はその通りにしてやった。なのに急に家族面なんてしないでくれる？メイン、お母さんもね、ひどいこと言ったって泣いてるよ。だから仲直りしようよ。私たち血が繋がってなくても家族だよ。改めて言うけど、私に家族はいませんので。ではこれで失礼します。私の手元に残っている生前贈与は、私にとってお父さんの語りみたいなものよ。絶対にあんたたちには1円も手渡すつもりはないんだから。すぐにサラとお母さんの連絡先を消し、私はまた仕事を変えて遠方の地に消えたので、二人が私を見つけることはきっとないでしょう。噂によると、サラは借金返済ができずにそのまま婚約破棄となったようです。そして親子二人それぞれ借金返済生活を頑張って送っているようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。